心の風心機の大野です。こんにちは。今日もですね、ゴールデンウィーク真っ只中で、枚方めちゃくちゃいい天気なんですけれども、朝起きて、新しい方からね、よくいただくメールなんですけれども、ちょっとそれをご紹介していきたいと思います。大まかに言うとですね、塩だったら何でもいいんですかっていう感じの、質問ですかね。自然塩って呼ばれている、ものだったら何でもいいんですかっていうのと、あとにがりだけ取るのとどう違うんですかという質問をいただきました。で、ちょっとこのことについて、ちょっとね、今回はそのお塩の成分と、で、私たちの体の中に入っているミネラルがどんなものが入っているのか、そしてそれはどんな作用を私たちの体、神経にするのかっていうのを、ちょっとね、細かく説明していきたいと思います。なのでちょっと長くなるかもしれないんですけれども、しっかりと聞いていただければ嬉しいなと思います。では今朝いただいたメールをちょっとご紹介していきたいと思います。ちょっとパソコンをね、置いているので見ていきたいと思います。はい、YouTube をですね、見てくださった方なんですけれども、私はですね、腎臓が悪く、はい、IgA 腎症、もうすぐ透析だと、医者に言われています。先生のおすすめしているお塩は腎臓病の私からすると正直衝撃でした。これめちゃくちゃいただきます。はい、こういうメールめちゃくちゃいただきます。これまで極力塩分を取らないように、指導されていますので、真逆と思ったからです。これもめちゃくちゃいただきます。同じような意見めちゃくちゃいただきます。はい、でも実際良くなっている人や症状の安定している人がいるようなので、私もいろいろ民間療法を試してきましたが、これを最後に試してみたいと思っています、ということですね。でところで、お塩のミネラルが大事だというのは分かりましたが、ミネラルならにがりから取ればナトリウムも多く取らずに済むかなと思ったのですが、バランスという点でお塩の方が優れているからなのでしょうか。あとお塩は例えば沖縄のヌチマースや天日海塩などもミネラルたっぷりのようですが、これらのお塩でも効果は同じように期待できますかっていうね、ご質問です。まずはスターターセットを、購入したいと思っていますが、腎臓に特化した場合、お塩とお水以外におすすめする商品はありますか。これはマル君ですね。はい、マル君です。良さそうな商品ばかりでいろいろ試してはみたいのですが、そうですね、一気に多くは購入できませんが、腎臓が少しでも良くなるなら試してみたいと思っております、ということで、はい、お水の作り方はですね、説明書にもうめちゃめちゃ詳しく書いてますので、そちら見ていただければ嬉しいなと思います。で、まずですね、こちらめちゃくちゃ質問いただきまして、お医者さんからはね、塩分控えるようにめちゃくちゃ言われてると思います。はい、なのでお塩を食べ始めた人の中には、その担当医の先生には内緒にしてますと言って、で、食べ始めて石の水を飲んで、その腎機能が改善してきたのでお医者さんがびっくりしてますと、でも内緒にしてますっていう方が多いです。はい、それでいいと思います。はい、で、それでも不安な方はですね、日本が定めるね、昨日も言いましたけど、1日 6g 以下にして、そのお塩はお渡しするお塩にしていただければめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。で、こちらね、これもね、よくいただくんです、過去。にがりから取ればいいんじゃないですかっていうことなんですよ。はい、で、にがりってね、その私たちの体の中にもね、成分的に入ってるんですが、ただこの方がおっしゃる通り、メールで書かれている通り、そのバランスですかって言われてるんですね。おっしゃる通りバランスなんです。なので、にがりだけを取ろうとしても、これ逆にバランスが悪くなって、状態は良くならないんじゃないかなと思います。良くならないと思います。はい、なので、
まあ、たまににがり取ってますっていう方もね、コメント書いてくれる方いらっしゃって、まあ、それはねその人がいいと思って取っているので、まあ、そのことに関しては何も言わないんですけれども、こういうふうにご相談いただいた方には、あの私はですけど、わざわざにがりを取らないです。はい、これが答えですね。はい、あまりね、ね、名指し言ってもね、にがりを売っているメーカーさんもいらっしゃいますから、あまり言えないんですけれども、でバランスという点でお塩の方が優れているからなのでしょうかっていう答えにつきましては、その通りです。はい、その通りです。はい、で、これもねよくいただくんですけど、いろんなメーカーの名前をね言ってくださる方ね非常に多いんですけど、もうこれね本当にね、泣いちゃうっていう感じなんですけどまあ、沖縄のぬちまんさんね、はい、めちゃくちゃ質問があるので、まあ、すごく売れているお塩なんだなと思うんですけども、どんな製造の仕方をしているのかなと思って私ホームページ見たんですよ。見させていただいて、で、まあ、やっぱりね、私の目指している理想のお塩じゃなかったので、私は取らないですよっていうふうに回答させて、いただきます。はい、ただですね、やっぱりそのぬちまんすの会社の皆様もやっぱりその自信を持ってプライドを持って、作っているものになりますので、やっぱり商品としては素晴らしいと思います。で、ただこの方は腎臓がねもう透析寸前ということですので、そういう方に関しては、で、私のように腎臓が弱い人に関してはちょっと私はお送りするお塩を食べてほしいなと思います。で、健康な人は別にいいと思うんですが、ただやっぱり長い目を見て、やっぱりバランスミネラルが豊富なやつがねいいと思います。はい、まあ、これ製造の仕方でねちょっとからくりがあったんで、ちょっと私はですね取っておりません。はい、で定日開園ですね、これね取ってる方いらっしゃったんですよ。はい、でも取っている方がですね、私がお塩をお送りしたらですね、全然違うって言われたんですよ。全然旨味が違いました、めちゃくちゃ美味しいですって言ってもらったんですね。なのでまあ実際にもう試している方からの感想をこう参考にさせていただくと、まあ世の中にいろんなお塩ってあると思うんですが、まあ、もう私見つけましたんでいいやつだから、それ使ったらいいんじゃないですかっていうのが私の回答ですはい、わざわざ皆さん遠回りをすごいされるんですけど、値段的には多分私が送る塩の方が安いんですよ。多分安いんですね。なので、でしかもそれで結構結果出てる人もいらっしゃるので、で私も食べて変じゃないので、もうそんな遠回りしていろいろ調べるんじゃなくって、もういいやつ見つけたからどうぞっていうのが私の気持ちです。はい、本当にいろいろ質問来るんですけどよろしいですかね。はい、まあ、やっぱりそのスーパーに売っているお塩もですね、やっぱりそれが必要な人もいますので、健康な人とかやっぱりそこまで自然にねこだわらないっていう人にとっては、やっぱり安く手に入るお塩っていうのもやっぱりあった方がいいと思いますので、まあその人が何を求めているかによって、まあ、取ってくるお塩っていうのは変わってきてもいいんじゃないかなと思ってます。メーカーさんもですね、やっぱり一生懸命作っているお塩になりますので、まあ、やっぱり悪者にするっていうのはちょっと違うかなっていうふうな考え方を私はしています。はい、なので全部尊重したいなと思うんですけれども、やっぱり良かったお塩を見つけてしまったので、それでいいんじゃないですかっていうのが回答です。はいはい、うんですかね。はい、ということでですね、この方も書いているんですが、まあこういう質問が来るっていうことは、その私たちの体の中に入っているミネラル、そしてお塩にお届けするお塩に入ってあるミネラルがどれだけ一致しているのか、そして、どんなそれは素晴らしいことがあるのかっていうのが多分知らないんですよね。で私も知らなかったんですよ。
で調べました。なのでちょっと今日はめちゃめちゃ細かいお話になるんですが、今からですねお塩の成分の中に含まれているもの、そして私たちの体の中に入っているたくさんのミネラルの、それをちょっと説明していきたいと思います。ご紹介したいと思います。はい、ちょっとねこれも調べてきまして、はい、必須元素ってね、人体を構成する元素っていうのが 65% が酸素、これ水ですね、 65% を占めてます。で人体の 70% 程度を占める水 H2O の構成要素が酸素と言われているんですけれども、次に多いのが炭素です。その次に炭素の次に多いのは水素になります。でこれはですねタンパク質とか核酸などの体を作る物質の材料になっています。であとはカルシウム、骨の成分と、あとリン、核酸の成分になります。全部私たちの体を作っている細胞に必要なもので作られています。まあ、約7割ぐらいが水分でできていますね。なのでお水っていうのはめちゃくちゃ大事っていうのが分かっていただけると思います。年齢を重ねていくとその 65% っていうのはだんだん減っていきます。はい、イメージとすればちょっとほら乾燥したりとか老化したらこうシワシワになるじゃないですか。シワシワな肌って肌の水分量どう思います？ちょっと少なめな感じしますよね。そういうイメージでいていただければと思います。なので逆に赤ちゃんとかはもっともっとこの水分量多いです。はい、でですね人の体内に含まれる、ミネラルをちょっと今から紹介したいと思います。これですねちょっと細胞内、血液、組織液、組織液っていうのは、リンパ液っていうふうに、思っていただければと思います。まずですね人の細胞の中に含まれているイオンはですねカリウムイオンになります。これは 45% ぐらい含まれています。で次に多いのはリン酸水素イオンと呼ばれるものです。37% ぐらい入っています。で、あとはですねちょっと 4% とか数パーセントのレベルなんですが、炭酸水素イオン、ナトリウムイオン、塩化物イオン、硫酸イオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオンが、その中に入っています。細胞の中ですね。で、リンパ液に含まれている、イオンについてはナトリウムイオンですね、はい、で塩化物イオンで、硫酸イオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、カリウムイオン、リン酸水素イオン、炭酸水素イオンになります。一番多いのは塩化物イオンが 43%、 次に多いのがナトリウムイオン 34.65%、 その次に多いのは炭酸水素イオン 19% ぐらいですね。はい、であと私たちの血液に含まれる、イオン、ミネラルはですね、一番多いのが、リンパ液と同じように塩化物イオン 60% でナトリウムイオンが 36.2% でその次に多いのが炭酸水素 48.29% ですね。その他はもう本当に微量なんですけれども、硫酸イオン、マグネシウムイオン、カルシウムイオン、カリウムイオン、リン酸水素イオンとなっております。このことからですね私たちの体液の中には結構皆さんが嫌がるナトリウム結構入ってますよね。なのでナトリウムってなくなると元気出ないのがこれでお分かりいただけるでしょうか。はい、皆さんが嫌いな、ね、塩化物イオン、ナトリウムイオンってね、これ皆さんが減塩しなさいよって言われてるんだけども、もう大体7割8割ぐらいがリンパ液とあと血液に含まれているっていうことがこれで、分かるんじゃないでしょうか。ということで、って思いません？これなかったらどうなると思います？それはやっぱりダメでしょうということで、やっぱしっかりと取っていただきたいなと思います。はい、こんだけ含まれてるからね、大丈夫ですよっていうのがちょっと言いたかったなっていうところです。であとですね、これないと本当に生きていけないよっていう成分をちょっとご紹介したいと思います。これ必須元素ですね。はい、これね必須元素もすごくいろいろ分かれているんですよ。名前が分かれているんですけれども、多く含まれているか
ちょっとしか含まれていないか、そしてもうほんのわずかしか含まれていないかっていうので、まああのあでもっともっとわずかに含まれているかっていうので4種類の分類がされています。でその中でも一番多いというか、まあ、多く含まれているよっていうのをご紹介します。それはですね、酸素、まあ、先ほどの水素と一緒ですね。酸素、炭素、水素、窒素、カルシウム、リンになります。はい。で、少量の元素ですね、それはですね、硫黄、カリウム、ナトリウム、塩素、マグネシウムになります。で微量に含まれているあのものは鉄、フッ素、ケイ素、亜鉛、マンガン、銅ですね。そしてもっと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 少なく含まれているよっていうものは、セレン、ヨウ素、モリブデン、ニッケル、クロム、コバルト。でこの中にね、ヒ素も含まれています。はい、水銀、ヒ素、スズ、バリウム、カドミウム、アルミニウムも、これね、体内には含まれています。でも必須には入っていません。はい、なのでこういうふうに言うと、水銀ってめっちゃダメなんじゃないですかとか、ヒ素ってそんなダメなやつなんで、食べないといけないんですかってね、塩の成分に書いてて言われるんですけど、まあ、塩の成分というか海の成分で入ってるからあれなんですけど、私の体の中にも入ってます。はい、まあ、本当に、微量なので、まあ、あの安全性があるんです、安全なんですけれども、これを知らないとやっぱり普通にびっくりして、もう塩は悪いものだってね、なると思うんですけども、いやいやそんなことね、もう元から入ってますっていうことで、そこまで心配しなくても結構です。これもまあたまにメールでいただくので説明させていただきました。はい。であとですね、あの過去に私が歯磨き粉ね、おすすめのやつ紹介したら、これ先生フッ素が入ってるじゃないですかってめちゃめちゃ怒られたんですけど、私たちの体の中にフッ素入ってますから、これしかも必須で入ってますから、そんなに歯磨き粉をね、フッ素豊富なやつ買えたとしても、歯磨き粉を全部チューブ丸ごと飲むわけじゃないですから、そこまで心配しなくてもいいです。はい、うん。で私はそういうことをお伝えしたくて、ちょっとこのフッ素もちょっと強調してご紹介させていただきました。はい。含まれる量と、これ気になりますよね。これもちょっと必須のやつだけお伝えします。はい。例えば体重60キロ中に含まれる量なんですけれども、酸素が、まあ、先ほど言った65%、水ですね、これが39キロ、だから60キロの中で、まあ、約、40キロが水なんですね。はい、すごいですね。で炭素が、11キロです。はい。で水素が6キロ、窒素が 1.8 キロ、カルシウムが 900g、リンが 600g、硫黄が 150g、カリウムが 120g、ナトリウムが 90g、塩素が 90g、マグネシウムが 30g、鉄が 5.1g、フッ素が 2.6g、ケイ素が 1.7g、亜鉛が 1.7g、マンガンが 86mg、銅が 68mg、セレンが 10mg、ヨウ素が 9.4mg、モリブデンが 8.6mg、ニッケルが 8.6mg、クロムが 1.7mg、コバルトが 1.3mg。ちなみにヒ素はですね、1.7mg になっております。まあ、日本の土地柄ですね、ヒ素がやっぱり土壌の中に結構含まれているので、まあ、野菜とかお米とかやっぱり食べているとどうしても入ってくるものになります。はい。でですね、まあでも大量に食べない限りはアメリカとかでもね、論文でも大丈夫ですよって言われていますので、そこまで気にすることがありません。はい。気にして神経質になる方が病気になりますので、その辺はね、あ、そうなんだぐらいな感じで思っておいていただいた方がいいかなと思います。はい。じゃあ次、そのじゃあ必須元素なんですが、ミネラルの働き、私たちの体の中でどんな働きをしてくれるんだろうっていうのを今から説明していきたいと思います。はい。まずちょっとね、主要のミネラルっていうのは、もうこれがないと本当に困るねっていうものなんですけれども、まず一つ目、マグネシウム。
これはですね、骨とか筋肉の成長に関わってきます、関わっています。でナトリウム、これね、もう皆さん本当にナトリウムね、あの悪者にしているんですが、あの悪者悪者にしてるんですが、あの悪者じゃないです。私たちの細胞の 内液、こう細胞の中の液体、そして細胞の外の液体のバランスをとってくれてる必要なものなんですね。でカリウム、これはですね、細胞の代謝を促進するものになります。でカルシウム、骨や歯の形成を促進するものです。でリンはですね、リンですね、筋肉の収縮に関わるものです。で塩素、これはですね、細胞のイオン濃度を保つ働きをしています。はい。で微量のミネラル、これはですね、まあ、ちょっとしか入ってないんですけど、とっても大事な作用をします。はい、ご紹介していきます。鉄、これはね、あの大事ですよね。血液の材料となって酸素を運びます。はい。亜鉛、味覚などの感覚機能の維持です。はい。コバルト、ビタミンの構成成分に関わります。マンガン、骨や皮膚、糖脂質代謝に関わります。まあ糖分とか油ですね。でモリブデン、これね、私も知らないっていうか、これあんま聞かないですよね。モリブデンって何かというと、酵素の補助、乳酸の生成、重金属をあの外に出してくれる、排泄する機能になります。排泄する役割になります。銅はエネルギーを作ってくれる、代謝に関わるものです。セレン、抗酸化機能と重金属の無毒化になります。ヨウ素、甲状腺ホルモンを作るものです。クロム、血中コレステロールの調整と代謝になります。ケイ素、骨、皮膚、歯、爪の健康を保つ血管の構成物になります。ケイ素めちゃくちゃ大事ですからね、これね、もう結構オールマイティーだと思うんですけど。フッ素、これですね、歯が丈夫になって虫歯予防になります。ということで、まあ、あのそんなにね、悪いものではございません。でめちゃめちゃね、あのめっちゃわずかに含まれているミネラルで、一番大事なものは炭素になりますね。でこれですね、呼吸などの、生命活動全般で重要な役割を担いますということで、まあもっとねたくさん書いてあるんですが、まあ、必須のやつだけご紹介させていただきました。でですね、まあ、ヒ素とかカドミウム、亜鉛とか、亜鉛じゃない、鉛、水銀、アルミニウム、セシウム、でこれ天然由来になるんですけれども、まあ、有害とされているものになりますけど、微量であれば、あのそれって私たちの人体にあるんですけど、微量にあるんですよ。それって多分生きていくために必要で、何か意味があるから存在しているっていうことなので、全てをこう悪いものだって決めつけないように、するっていう、そのものの見方も必要かなと思います。はい。ということで、まあちょっとね、まあ、あのご紹介をさせていただいたんですが、いかがだったでしょうか。ちょっと普段あんまり聞かないなっていうね、ちょっと細かい、成分もたくさん出てきたんですけれども、まあ私があの出しているそのお塩にもこういうものがたくさん含まれています。でスーパーに売られている、まあ、今まで使っていたね、まあ、生鮮塩と呼ばれるお塩はナトリウムしか入っていないんですね。なので私たちの体の中にはさっきご紹介したミネラルがたくさん入っているんですが、ナトリウムだけ取ってもね、やっぱりバランスが崩れてしまいます。なので私がお渡ししている塩の中には、あの人体と同じものが、まあ、ほぼほぼ入っているものになりますので、まあ、食べていただいても影響が少ないということになります。まあ、影響が少ないどころか、めちゃめちゃ元気になるよっていうので、まあ、あの本当にね、疲れにくくなりましたとか、あの本当にあの機能の改善っていうのもね、たくさんいただきますので、本当に良かったなと思います。まあ、あと冷え性もね、本当にね、あのいろんなグッズを買うんじゃなくて、あのいや本当にお塩を食べた方が、あの目に見えて、あのいいんじゃないかなと思います。うん、私が一番びっくりしたのはお塩ですね。あれお正月 あのカウントダウンの時にお塩をねいっぱい食べてたんですよ。暇だったんで、なんか、ね、紅白が終わる寸前で、あなんか暇だな、どうしようかな、寝ようかなっていう時に、まあ、お水とあのお塩が
目の前にドーンってあったので、サンプルのお塩をいただいてあったんで、それをまあパクパクパク、まあ、3グラムぐらいを水と一緒に一気に食べたんですよ。でそしたら何が起こったかというと、なんかねこう手先から足の先まで血流がブワーって流れ始めたんですよね。でそれでびっくりしたのと、あとはお出かけしていたので、それで頭が結構頭痛がしてたんですよ。でその頭痛が食べて5分10分後ぐらいにスカッとなくなったんですよね。でそれでやっぱりこれって何なんだろうっていうのと、まあ、すごいなって感動したので、本当取り扱いを始めて販売をしているっていう流れになります。まあ、お塩はね本当に利益がないので、本当ボランティアかなと思ってるんですけど、まあでも同じようにね悩んでいた方がやっぱり笑顔になっていくっていうのをメールでしか見れないですけども、やっぱりすごく嬉しいなと思って、まあ、それだけでやってられるかなっていうところになります。はい、なので、まあ、いろんなお塩があると思いますが、まあ、一度試していただく分にはそんなに高いものでもございませんので、まあ、一度試してみて、まあ、またいい報告を聞けるのをとても楽しみにしております。はい、あとですね、同じそのメーカーのお塩を違うところで買って、そしたら私が送った同じメーカーのお塩なのに味が違うって言われた方が結構いらっしゃいます。でそれはちょっとよくわからないんですけれども、やっぱりそのお塩もですね生きてるものですので、エネルギーの変換っていうのがあるんだろうなと思います。やっぱりそのこのお塩を置いているその空間もですね結構こだわっておりますので、まあ、それが結構いい影響をね与えられているのかな、ちょっと不思議だなっていうので思っております。はい、まあ、ちょっとこういう話になるとまあよくわかんないやっていう感じもいらっしゃると思うんですけど、まあ、エネルギーってやっぱり気の流れにもね東洋学には関係してきます。それがやっぱり塩にもねあるんじゃないかなと思っています。はい、やっぱりとてもね袋を見たらキラキラしてすごくね可愛いなと思いながら放送をしていっております。まあ、皆さんもこの塩をですね食べて一人でも多くの人が、まあ、今の悩みですねちょっと改善したらめちゃくちゃ嬉しいなと思います。はい、では今日はですね、まあ、今日メールいただいた方の回答と、まあ、よくある質問だったんでちょっと動画に撮ってみました。そして改めて塩の成分、そしてそれはミネラル私たちの体にどんな影響を与えてくれているのかっていうのをご紹介しました。今日ちょっとねかなり長くなってしまったんですけれども、まあ、時間がある時に私声で話してますから画面見ずにもうイヤホンで流し聞きして家事とかしていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、お時間ある時に最後まで見ていただければすごく嬉しいなと思います。はい、では今日は以上になります。ありがとうございました。